今回のテーマは、阿部詩選手を支持するということで、このテーマについてお伝えしていきます、はいえー、いきなりキーワードを見てもらいたいんですが、はい、世界元1位のゴルフ選手、はい、なんで柔道の話がゴルフ選手なんですか、ね。というのはですね、阿部詩選手におかれては、えー、もう世界に知られた大泣きで。うんで 僕はやっぱりこの性格も影響してるんだろうけど批判が出るとは夢にも思ってなかったんだけどなんか著名人が批判なさったりいろいろあるみたいですが私はこのゴルフ選手のことをですね僕はゴルフすみませんが嫌いなのでね国会議員になってからやらなくなった普通の人と逆だよね。独権の社長の頃はねお付き合いで沖縄でやってたのにね。 ところがですねちょっとこれは見ながら言うとですねあのお付き合いは全くない人ですけど川野美香さんと読むんだと思うんですがおそらく女性だと思いますけれどもそのスポーツライターで,でゴルフの本をたくさん出している方がいらっしゃってね、はい、で当然著作権ありますからそ,のそ,のそれに触れない範囲内で言うとこの今はそのジェイソン・デイっていうこの名前はさすがに僕も知ってますけど。はい えっと、オーストラリアの代表でオリンピックのお見えになってるわけですよね、うん、でこのジェイソン・デイっていう人がこのカーナさんのレポートによるとお要するに阿部詩さんの様子を見てねオリンピックに対する見方が変わったとはいでゴルフってオリンピックのステータスは低いじゃないですかあ確かにそうですねまあそれは別にゴルフだけじゃなくてテニスもそうだし、うん、ねえ やっぱりそのゴルフはずっとそのツアーがあるしそれから、はいえー、このジェイソン・デイもあの全,米、えー、全米で一あの優勝してますよねそういうのがあるとオリンピックの方が下になるんだけど、うん、こ,のこの選手は阿部詩さんの様子を見てあ4年に一度というのはこういう意味なのかとこれがオリンピックなのかと,、うん、と自分が今、オーストラリア代表でオリンピックの運営になっているんだけど気持ちが全く変わったと。はい すごくその真剣な気持ちになったし、あの。泣いたと。はい。あの、四十八時間泣いたそうです。このあくまで河野美香さんのレポートによるとですよ。はい。あ、安倍歌さんより長いよね。はい。四十八時間。で、丸二日泣いてたってことでしょう。心の痛みが消えなかったと。いう感じ。あ、そうそう、そう。<laughs> そう、ね、そ時間泣いたんじゃないね。はい、よく読んだよね、さすがに。<laughs> その通りですすすいまません訂正します <laughs>、はい、僕は一緒に泣いたのかと思ったけどでも48時間そうそう心っていうか胸の痛みっていうかこれは日本語のレポートなので本人は英語でどうあのおっしゃったのか英語のレポートはないから分かんないんですけどまあ48時間こうある意味こう感動が続きからやっぱり同じオリンピック選手として我が胸の痛みにもなったっていう意味ですよね。これ多分 僕は忘れるととないい思思うう素晴らしいレポートだと思うんだんよねそれであの僕にとってスポーツはあくまで趣味なのでまあ試合とか出てたけどもモータースポーツもアルペンも趣味の範囲で語っちゃいけないけどただやっぱりよく分かるんだよそれが。オリンピックを知らない人いなくてパリ五輪もそのクーラーがなかったりセーヌ川が汚かったり。 もうえらいことになってるわけですけど誤信だらけで前にやった通りそれでもやっぱりオリンピックはみんな見たくてそのイスラエルの選手が来てることに対して当然強い批判があるし日本がサッカーで対戦したイスラエルのチームだけど、うん、そういうことを全部踏まえた上でね乗り越えるっていうんじゃなくて全部踏まえた上でやっぱりあのベ部タ選手の4年間その戦ってきて。 相手も強いので本当は安倍部詩さんの場合は例えば五神で負けたとか柔道はそういう選手もいるからね、うん、日本にでも安倍部詩さんはそうじゃなくて相手も強かったし相手の礼儀素晴らしかったよね、うん、喜んだりしなかったじゃないですか、うん、この頃は大相撲でも申し訳ないけどはっきり言うと日本の相撲にあんまりいなくても、うん、ガッツポーズしたりあって問題になったけど。うんはい やっぱりあの柔道精神をちゃんと体現して阿部太田さんの敬意払って喜ぶ素振り見せなかった、うん、でもそのこととそのそのうわーっと大声で泣いてコーチも最初は引きずってこう出すんじゃなくてもうあえてその、まあ、抱きすくめただけでそれでも努力して早めに場外に出したよね。全部合わせて、うん 僕は例えばあえて言うとクーベルタン男爵って子供の頃に習ったオリンピック精神の最初の発案者はあれを見てあの外で泣けって批判したかというとそんなことないと思うね僕は、うん、だからもちろん個人的に考えってるのすぎませんよ、うん、それから安倍太田さんのことを批判なさってるあのいわゆる指揮者の方をどうこう言うつもりは全くない、うん、ただ僕は断固指示しますね、うんうん であのお兄ちゃんの輝きね、ねはい、んいなんかいつ泣くかと48時間泣くのは自分のことだろうと目 <laughs> 目が議員の目がのううるうるして,きて <laughs> 今日はせっかく15分、仮眠取ろうとしたのを <laughs>、ねはい、ある仕事場の人に邪魔されて15分で仮眠取れずに <laughs> もう実は今、頭がガンガン痛くて大変なんだけどそれを吹っ飛ぶぐらいね。あの どうですかいけないけど <laughs> 三浦真美から見た <laughs> 久々に無茶ぶりが来たな無茶ぶりから。<laughs> だってジョであれだけ感激してくれた <laughs> 三浦真美一生はははい、はいはい。 阿部詩さんの様子を見てどうでしたかああ<の>プラスお兄ちゃんを見てその柔道の大切にしている精神っていうところに関して私は深く知識がないので、うん、あの個人的にあの姿を見た時に、うん、その本当に心を寄せるというか本気で4年間戦い続けてこられたんだなっていうのをこ,うこちらとしてはストレートに受け取って、まあ、このまた4年後っていうところをすごく応援したいなっていう気持ちに。 はいなりましたしあの村尾選手あの銀メダルを取った村尾選手があのインタビューも良かったね男村尾三少ねあれもこうまたかっこいい武士道だってね評価されている声もあるみたいですけどかっこいいなってそういうのもあの好意を持ちましたねうご主人の次に尊敬するえっと俺は三番手でいいのでさまあ皆さん尊敬しますはい。 それであの僕も柔道別にやってるわけじゃないけど山下健ちゃん、見てるきっと見てるよ、順心学院の友達、山下健一ね、一緒に慶応入って、はい、僕、最初慶応だから。 とあのお前覚えてるか <laughs> 覚ええててるるかか <laughs> 東横線の電車の中で技かけてくんだよ <laughs> 迷惑ですね <laughs> <laughs> あのお客他のお客様には実は迷惑かかってないので、はい、あよかったです。うん、こう話するとあのだんだんあの <laughs> 本編じゃなくてチャンネル登録シリーズみたいになりますがあん時ね学生服着て慶応、はい、の柔道部で帰ってくるやつもう,もう一人石橋君っていってさ うん、この間亡くなっっちゃったんだよねああ山下健ちゃんもちょ元気で<う>僕もこうやって元気ですけど息子2人をね、講道館柔道通ってたっていうか、本当は通わせてて、この間言った通り、エレベーターの中に山下選手と違う山下だ、はいね、山下康弘選手 <laughs>、えー、で、フェアなラッシュマン選手もいてね、さすが講道館で。 だから多少、柔道の試合見に行ったりしてるぐらいであの三浦翔と同じですよあの柔道選手の何んたらかをすごく知ってるわけじゃないけどただ武道は全部共通しているところがあるので、うん、空手道も剣道もまあそうですよねでそれを思うとやっぱり阿部詩選手の,あのまあ誰も忘れることがないぐらいのあのシーンっていうのはあのそれがあるからあの三四郎選手のインタビューもすごくこう言い方よくないかもしれないけど。 生きたと思うんだよね。何をおっしゃってるのかわかるじゃん。うんうん、だから、うん、もうギャン泣きしたいよ。<laughs> 俺は。<laughs> はい、本当に。これ何のしろか、分からなくなってきたけど。<laughs> はい。はい。はい、あの安倍兄弟。ロス五輪。ね、五、はい、年後。あの、あんまり期待したら悪い気もするんだけど。うん、あのー。 お待ちしますよ。みんなで。えらいこっちゃんも洪うこの垂れ目が涙出ると漏れやすいんだよ。垂れてるから。なるほど。いや銀らしいですね。はい。では今回のテーマは以上にしました。すいません。ご覧になってる方。はい。はい。